アフリカチヌは胎科の魚である。体長は約45センチメートルに達し、記録された最大の体重は1.3キログラムになる。体色は銀灰色で、エラ付近と尾びれの付け根付近の2箇所に目立つ黒い縦縞を持つ。また、目付近にもあまりはっきりしない黒い縦縞がある。通常は背中側に金色の線を持つ。唇はやや厚く。 角学には、8つの明るい茶色の摂取を持つ。地中海西部では10月から11月、地中海東部では12月から1月に出産する。荒々しい種であり、多くの個体により構成される群れを作ることがある。浅瀬では、しばしば他の二多種も含めて小さな群れを作る。生態は、定性の無脊椎動物、甲殻類、全虫、軟体動物等を食べる。 重要な食用魚とみなされている。地中海、国海、大西洋東部のに広く分布し、水深0から160メートル、特に0から30メートルに生息する。岩場や砂場、海藻域の海底に住む。砂場では砂を掘る種の後に見られることが多く、彼らの食物の横取りを狙っている。しばしば網、針、ハエナワ等で漁獲される。 地域によって、漁師の重要な漁獲の一つであり、魚市場にも並ぶ。スポーツフィッシングでは、しばしば騎士、または、ボート上から、釣りざ釣り糸、生さで釣るか、浅瀬で浮きをつけたリグによって釣る。餌は何でも食べ、小さな魚肉、禅虫、小エビ、軟体動物、様々なペースト、パン、チーズ等でも釣ることができる。生きたエビを餌として用いて、 ヨーロピアンシーバスやヨーロッパ機体のトローリングの際に、混泊されることもある。大きな個体は、しばしば水中中で漁獲される。特に大きな個体は、最も味の良い魚の一つである。オリーブ油、ニンニク、パセリ、レモン汁と共にバーベキューするとごちそうになる。うなぎのような脂肪の多い魚と煮込むと、素晴らしい味、香りになる。小さな個体は、 スープや炒め物にする。ありがとうございます。